残念。というわけで、これ102戦目になるのかな。はい、あの時はね、ちょっとやはり沖の豪気が劣勢でしたけれども、果たしてこの3試合選手ではどうなるのか。まずは波動の打ち合いから先手を取ったのは沖の豪気。さあ、昨日は鉄壁の要塞ぶりを見つけた梅原、おっと今の中段もきちんとガードしてきます。しかし2つ目はさすがに当たる。体力の少ない動き、繊細な入力が求められる。落ち込まして裏回り、おっと今のは若干迷ったか。投げる、怖い歩きますかね、この人は。めちゃくちゃ歩いてる。中段ダメージを少しずつ削り取っていく。あと中段4回目いくかと思いきや下段、そしてそれをガードする梅原。さあ体力が縮まってきてあるのでかなり怖いですね。なるほど、さあ大刺さった。おお、冷静成長ジャンプ梅原、ここで冷たワンチャン熱でありがたや。梅原が中足で確認してるっぽいですよね。そうですね、でしかも、昨日なんですけど、あのセビではなかったんですが、中足ガードで灼熱だけ当たって熱出してましたから、ね、ダメ足で恐ろしいです。灼熱確認でしょ。さあ今日も梅原らしさ大爆発、1ラウンド目取ってきました。そして画面端詰める、通る、潰していった。さあ梅原、しかし大足出なかったのか出さなかったのか。さあ追い詰める、おお反応が早い。バックジャンプ見てからロケッティアで落としてきました。今のよく見ましたね。さすがですね。感じのスタイルで、はい、まあ、そこを追ってく梅原さんという形になってますね。マイクがちょっと離れてるらしいんで、少し近くした方がいいですね。それは。はい。あ、それがいい。さあ。ね、あのしゃがみちょぱち変わった形だけとか、ああいうちょっとダメージ取れるところをきちんと取っていこうっていうところが見えましたから、はい、折れずにそれを。さすがに梅原さん、でも投げとぐらつぶしは見たくなるんで、ね、さすがに、ね、はい、さすがそこは見たくなるんで。しかし技がたい。いやー、背びるところに灼熱線置いてある。さあ、来たエータ式か、これ炸裂。これはエータ式ですね。梅原も釣られます。さあ弱小流で打ち取ってた。さあこれ飛びと、あっと何か大パン波動セミダッシュがちょっとできなかったような感じでした。さあ今のミスはちょっと痛い。いやー怖い。これ波動で潰していって、さあここまで来たからにはこのラウンドは取りたい。時の動き、しかし真空出る。いや今真空相打ちになると思って出せないと思ったんですけどね。なるほど、ちょうど残っちゃって、すみません。ゼロドットで残ったのは上原の方、取り取って潰していく。いやー、しかし、ビンクこれ攻めきることはなかなか難しいだ。だが、ビンクも入って、勝利暴れ、これは分かっていたようだ。ビンク総昇竜で、ダメージ優先。さあ、残る打った体力はわずかだが、勝利落としてくる。この状況で満身できないのか、梅原。さあ、時の豪気、どうやってこの残り体力を削り取るのか。時間は狙いますからね。
むしろ時戸君がプレッシャーを感じてる感じだと思います。ですね、はい、体力リードなのに攻められているような感覚、負けているような感覚。あっと最後は残影がヒット、木戸が勝ち切った。第3ラウンド100機で捕まえた。おっと空振が出なかったような、ジャンプ中キックだったが、まずは大惨事にならない。ここで梅原は真空ゲージが溜まりました。こうなると迂闊に飛び色が打てない。いや攻め見てから、攻め見てからですね、真空打っていく。この反応、しかしこれでゲージなくなった。ここから飛び色攻撃がどう巻き返すか。バックして3回、いやー、キャッキー見ていた。しっかり引きつましたね、今ね。よく見てました。今、はい、私を見ている。これは次に入らない。いやー、ガードが硬い。梅原のガードが硬い。ここは瞬刻決めたいところだが、おっと差し返していった。さあ、追い詰められた動き。時戸どうする？釣りたいが釣られない。灼熱。いやー、もうワンチャン。100機通って、これはあるか？いやー、ダメー。波動で梅原が連勝。いやー、今よく波動拳しましたね。セビもう散るタイプでした。非常に時戸には悪い。この人やっぱこの人のプレッシャーを耐えるの大変です。大変です。いや僕もやりたくないです。言いたくない。本当にお腹痛い。ダメージ絡むって言ったら来るんだぞみたいな。そうですね。もうあのプレッシャーが本当まずいですね。さあだが梅波動を飛んでいったぞ東京ドー。セミに投げグラップ。おお振り向き勝利。一気にしてチューチュー大。逆に寄りそうならんというのが、おっと何か返そうとしているんだから、きっちり見て昇竜戦滅。さあありがたい光景が今日も繰り広げられている。きっちり昇竜引きつけている。さあこれ完全に波動昇竜ですね。はい、言うのは簡単ですけど、いや難しいですよ。、はい、本当にこれ完全に飛ばせ落とすらやっぱりいってますね。来たのタイミングで引きつけ、おっとそこを切り返していくと、とまだ折れていない。まだ試合終わっていない。そうですね、相手が出るならこちらもみたいな。そうですね、はい、さあ俺だって差し返してるからいい感じですね。そうですね、しかし梅原が止まらないのか。ジラシャドウじりじりと沖縄体からなくなっていくか。飛び通してこの後どうする。続けたい、攻めを続けたい。中断硬い、いやー攻めれない。ここで攻めているのか。おっとこれは入った、チャンス。さあ残りドット、最後は昇竜で削っていった。やっぱ低めに行くつなんかかなりいいですね。そうですね、はい、あれあそこの距離でさすがに見てからどうのものがないので、はい、今度は引きつけずに早出し弱勝利から灼熱で追撃していった。出し転ばしてこのタック通す。あと沖野がチャンス目か。しかし寄れない、いけない。上原の圧力、昇竜100機回せてくる。アーシュラー手から大事に返して灼熱せびったところになぜか置いてある。さあカウンター、ああ昇竜せび滅、ありがたやまず灼熱が非常にうまかったですね。
おそらくですけど、はい、多分前歩きとかを見てるんですよね。なるほど。その1回波動拳を避けて、まあ、飛ぶのもなんだし、